皆さんこんにちは、あずきんとです。今回は丸襟のベストにチャレンジしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。前に編みっぱなしベストというのを編んだのですけれども、こちらの作品なんですけれど、糸をね、2本取りにして編んだんですけどね、細い糸で編みたい人もいらっしゃるかなということで、今回はちょっと別の作品さんの糸なんですけれども、キラメティコットンっていう糸を使って、編んでみようかなと思います。1本取りで編んでみようかなと思います。イメージ的にはこんな感じなんだけれども、こちらの方はダイソーさんの糸で編んだんですね。で、本取りで、それに浜中さんの糸1本として3本で編んだものなんですね。少しね、細い糸で編もうかなと思います。五松産業さんのきらめきコットン、こちらの糸を使っていこうと思います。きらめきコットンですね、セリアさんにも売ってますけれども、この55番っていう糸はキャンドゥさんに売ってました。同じ、このお色じゃなくてもね、同じ糸がセリアさんの方にもありましたので、お好きな糸をね、使ってくださいね。一玉が約 20g ですね。で、糸の長さが 48m あります。面がね 95% ありますので、 T シャツの上とかに着るのにもいいんじゃないかなと思います。かぎ針の方は 2.5 ミリを、4号針を使っていきます。それから、ダンスマーカーとか、あととじ針ですね、糸処理するのに使いますので、とじ針とハサミですね。メジャーがあるといいかもしれないですね。そしてですね、同じ編み方だとつまんないので、前回ここね、上襟でしたから、今回はね、丸にしてみようかなと思ってます。それではスタートします。では編み始めていきたいと思います。はい、作り目の方はですね、ちょっと1号上げて5号針で編んでみようと思います。まず中から糸を出していきます。54センチぐらいにしようかなと思っていますので、54センチの3倍、162センチのところから編み始めていこうと思います。162センチなんですね。で、ここのところに左手の中指と裏から手にして、このようにしてスタンバイします。そしてですね、糸玉こうありますね。で、糸端ここがあるんですけど、5号針の方で、はい、5号針の方で編み始めていこうと思います。まず後ろからトンとしまして、針先下にくるっと回します。そして糸引きますね。はい、でこの後に糸玉の方で編んでいくんですけど、こちらの糸端の方はこのように糸をかけて、手前から向こう側にかけて、はい、そしてこの糸玉の方で鎖編みを編んでいこうと思います。はい、これがスレッドコードの作り目になります。一目編みましたので、ここで1目目のところにこのように印を入れておきます。はい、で次このようにかけて2目目です。3目目、4目目、5目目、6目目、はい、このようにして数えていき、はい、全部で125目になりましたら、針を変えたいと思います。 1,2,3,4,5,6 目、7目、8目、はい、こんな感じで編んでいこうと思います。25目編めました。
はい、そうしましたらここで印を入れておこうと思います。印を入れておきます、はい、そして針を変えたいと思います。針を5号から1号として4号で編んでいきたいと思います。はい、4号にしました。そうしましたら立ち上がりを3目編みます。1、2、3目、3目編みましたらこの後ですね、長編みを編んでいきます。ここから立ち上がりの3目が出てますので、この後この隣、こちらに針を入れます。糸をかけてここに入れます。はい、こちら2本と向こう側2本になるように真ん中に入れました。そして長編みを編んでいきます。はい、長編みを隣にも編んでいきます。はい、鎖3目を長編み1目と数えて、長編みが5本なるまで編んでいきます。はい、長編みが5本並びました。そうしましたら1目鎖を編んで、1目飛ばしたところに長編みを編みます。糸をかけて入れて長編みです。はい、また隣にも1目編んでから、1目飛ばしたところに長編みを編んでいきます。はい、でこの編み方を1目方眼編みって言います。この1目方眼編みのこの1マス1マス、はい、はい、こんな感じで1個飛ばしたところに長編みを編んで、方眼のような形になっていく、はい、でこれが1目方眼編みって言います。この編み方をこの四角が5個揃うまで編んでいきます。はい、この四角いのが5個揃いましたら、また長編みが5個並ぶまで編んでいきます。じゃあ1目目と数えて1本目。はい、5本並びましたらまた方眼編みを編んでいきます。1目鎖目を編んで、1個飛ばしたところに長編みを編みます。1目編んで1個飛ばしたところに長編みです。この四角い編み方も5個揃うまで編んでいきます。はい、四角い編み方も方眼編みも5マス整いました。そうしましたらまた長編みが5本並ぶまで編んでいきます。1目ずつ隣に長編みを編んでいきます。長編みは5本揃うまで編んでいきます。はい、編みました。はい、ここから模様を変えたいと思います。印をつけておきます。はい、ここから先は1目方眼編みを編んでいきます。ピコット編みを入れていきます。1目鎖を編んだこの1目目に向かって鎖3目のピコット編みを編みます。3目編みましたら最初の鎖目に向かって針を入れます。こうなってたら V のように見える、葉っぱみたいに見えるこの真ん中から上から針を刺して、裏山も手前に来るようにこのように針を入れます。向こう側は一方になっていると思います。このような感じで針を入れて全体を引き抜きます。はい、これで方眼編みの鎖目と
ピコット編みができました。次は一目飛ばしたところに長編み編みます。この編み方を2マスおきに編もうと思います。まず一目方眼を編みます。一目編んで長編みを編むというのを2マス繰り返します。はい、そしたらこの編み方をします。一目鎖目のところに鎖3目のピコット編みです。はい、そしてまた1個飛ばしたところに長編みを編みます。はい、こんな感じで2マスおきにピコット編みを編んでいきます。方眼編みが全部で30マスになるまで編んでいきます。同じ編み方で2マスおきに編んでいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。 こっからこっちが15マスあるんですけど、これ15マスのところが中心になるんだよね。はい、30マスになるまで編んできました。はい、編み始め側だと分かるようにピンクのリングを入れておきます。ピンクが右側にある方が表側になります。はい、それでは続けます。この後は長編みが5本揃うまで1目ずつ編んでいきます。はい、長編みが5本になりました。そうしましたら普通のピコットなしの方眼編みを5マス編んでいきます。はい、5マスが編めましたらまた長編み編みます。はい、長編みが5本並びました。はい、また方眼編みを編んでいきます。はい、最後は長編みが1本ずつに。はい、1段目が編めました。はい、ここを中心として左右対称に同じ編み方になってます。はい、では2段目いきます。立ち上がり3目を編みます。裏に返します。そして前段の長編みの頭に長編みを編んでいきます。はい、次は模様編みになります。まず鎖を2目編みます。鎖を2目編んでから長編み2目の玉編み目を編みます。まず未完成の長編みを2本編んで、そして糸をかけて引きます。これが玉編みです。玉編みを編んだ後は鎖を2目編みます。その後は長編みを編みます。中心の鎖は3目です。1、2、3目です。この後は同じように編みます。長編みを1目編んで鎖を2目編み、最後は
長編み2目の玉編み目になります。終わりましたら鎖2目です。はい、このような編み方を考えてみました。長編みのところは長編みを一目ずつ編んでいき、こんな模様になってます。はい、この編み方を5マスの方眼のところにすべて編んでいきます。真ん中のところは違います。この5マスのところに編んでいきますので、1箇所、2箇所、3箇所、4箇所です。4箇所にこの編み方を編んでいくことになります。ではいきます。はい、2目鎖目を編みます。真ん中の方眼のところに糸をかけて未完成の長編みを編みます。もう一回未完成の長編みを編みます。そして一気に引き抜きます。これで長編みの玉編み目、2目の長編みの玉編み目ができました。この後は鎖を2目編みます。長編みを編みます。はい、中心の鎖は3目にしました。1、2、3目です。はい、あとは同じように長編み1目、そして鎖が2目、そして玉編みというように編んでいきます。最後と最初は鎖2目です。はい、はい、このような編み方を編んでいきます。はい、そして長編みのところは長編みを編みます。長編みのところは基本を全て5目ずつにしました。でここからここまでの方眼編みとピコット編みのところなんですけど、このピコットを入れるところは奇数段の時だけです。ですので偶数段の時はただ方眼だけを編みます。これで30個の方眼編みが編めました。はい、この後は長編みとこちらの模様2つ、この模様を編んでいけばいいです。はい、はい、こんな感じで最後も長編みが5本揃うまで編んでいきます。はい、こんな感じで編んできました。それでは3段目いきます。1、2、3目鎖を編んだら裏に返します。そして長編みを編んでいきます。はい、大きな模様のところに来ました。はい、それでは2目鎖目を編みます。ね、でこの最初の大きなここの穴の部分、ここに向かって細編みを編みます。はい、そうしましたら鎖を3目編みます。また同じところに細編み編みます。
隣の大きな穴の中にも細編みを1目編みます。また鎖3目編みます。また同じところに細編みを編みます。隣の大きなここにも細編みを編みます。そして鎖目を3目編みます。同じ空間にまた細編みを編みます。はい、最後は鎖2目を編むことにしました。はい、こんな編み方を考えてみました。はい、続けます。鎖を2目編みます。最初のスペースに、ここのスペースに細編みを編みます。鎖を3目編みます。また同じところに細編みを編みます。はい、隣のスペースに細編みを編みます。鎖3目を編みます。同じところに細編みを編みます。隣のスペースに細編みを編みます。鎖3目を編みます。同じところにまた細編みを編みます。最後は鎖2目です。はい、こんな編み方を考えてみました。そしてこの長編みのところに来たら、1目ずつ長編みが5目並ぶまで編んでいきます。で、ここは奇数段で必ずピコット編みを編まなければいけないので忘れないようにしてください。編む場所は前々段にピコットついてますので、こちらを目安になさると分かりやすいかなと思います。とあります。1目鎖目を編んだら1,2,3 目編み、最初の1目目のところに針を入れて引き抜きます。長編みを編みます。はい、こんな編み方で編み進んでいきます。はい、大きな模様のところは編み始めは鎖が2目です。2目編んでから最初のスペースに細編みを編みます。鎖3目を編んでから同じところに細編みを編みます。はい、同様に細編み、鎖3目、細編み、はい、細編み、鎖3目、細編み、最後は鎖2目です。長編みのところは長編みを編むことにしました。
最後の長編みは鎖3目めのところを割って、そして長編みをします。これで3段目が編めました。はい、では4段目に裏に返します。長編みのところは長編みを編んでいきます。はい、鎖2目を編んだら、この真ん中のスペースの中に玉編みを編んでいきます。終わったら鎖2目を編んで長編みです。中心は鎖を3目にしています。また長編みを同じところに編みます。こちらと同じように鎖2目と玉編みです。最後は鎖2目です。はい、大きな模様が編めました。それでは長編み5目を編んでいきます。鎖2目を編みます。真ん中のこちらの部分に玉編みを編んでいきます。最後は鎖2目にします。こんな感じで編んでいきます。普通に方眼編みだけです。鎖と長編みの繰り返しだけです。こんな感じで編んでいこうと思います。ね、そして方眼が終わったら長編みが5本並ぶまで、この模様が来たら2目だけ鎖目を編んで玉編みを、真ん中ですよ、真ん中にね、玉編みをね編みますよ。そして2目編んで長編みを編んでから、中心のところだけ鎖を3目にしてますので、ここね、そして長編みを編んでから2目、そして玉編みっていう感じにしたんで、割と覚えやすいんじゃないかなとは思いますけどね。2目編んで、はい、覚えると楽しいかなという編み方です。のこの2段1模様の編み方を繰り返してずっと編んでいきます。とこの後ね、41センチまでこの編み方で編んでいこうと思います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、3、5、3、6、3、7、3、8、3、9、40、41、42、43、今ね43段まで編んだとこですね。だいたい40センチぐらいいってます。ピコットを含めて40センチぐらいです。ピコット入れなかったらちょっと下がる感じになります。なので皆さん何かご自身の編みたいものを参考になさってください。もっと長さがいる方は同じパターンをずっと繰り返し、ずっと続けていきますと、もっと大きいものができますよ。皆さんはお好きな長さまで繰り返し編んでみてください。私はこの後裾の編み方をしたいと思います。その2の方でご紹介させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録の方をどうぞ。
どうぞよろしくお願いいたします。また見てください。アサキニットでした。